い机の上からこんにちは。なんだその挨拶。久しぶりの実写だな。今回はサムネとタイトルに書いてある通り iPad を買いました。ついに iPad デビューだな。と言ってもまだ iPhone 3GS の動画みたいに古いのを買ったんだろ。まあまあこれから見せるからさ。画面内に収まってないけど、これ、M2 搭載の iPad Air になります。今年の5月に出た現行モデルじゃねえか。11インチの 512GB の Wi-Fi モデルになります。長く使っていきたいので容量は大きめのやつを買いました。お前の使い方なら余裕で余りそう。今使ってる iPhone も結構残ってるしね。いざ開封。この箱を開けるときが一番ワクワクする。おお。本体は後ほどお見せします。USB-C のケーブルと充電器がついているんだな。iPhone だと充電器はついてこなくなったから、iPad もついてこないもんだと思ってた。新品で1個買うのに3000円くらいした記憶があるからこれは嬉しいな。USB-C に変わってからケーブルの材質が変わったよね。個人的にはライトニングのあれよりこっちの方が好き。わかる。わかりづらいかもですが、パープルを選びました。写真の写りが悪いからか実際に見るより色が薄く見える。iPhone ではこういう文字消えたんだよね。結構今の iPhone の背面は寂しいよな。あと今回絵を描くために購入したので Apple Pencil Pro とスマートフォリオを買いました。この2つで3万5000円くらいです。だっか。つけてみました。お風呂の蓋ですね。個人的にまた iPhone 5みたいな厚さに戻って嬉しい。iPad はタッチ ID を未だに使ってびっくり。個人的にはフェイス ID 派だからちょっと気になるなぁ。プロじゃないから有機 EL でもなく、リフレッシュレートも60だけど個人的にはあんま気にならないって思った。写真だけど結構綺麗に見えるな。以上で動画は終わりになります。やっぱ実写動画に慣れていないから、作るのが難しい。今回で2回目だしな。それではご視聴、ありがとうございました。I'm still a lover, hot chocolate.